この指なぜか赤いけど、なんだろうな、ずっと赤いですね。取った時から赤い。まあまあ、レッドチェリーかなんかなのかな。これでまあ比較すれば分かると思うんですけど、めっちゃ赤いです。妙に赤い指に取れました。レッドチェリーかな、ピント合わないな、なんだろう。なんかもう一匹これ系いたんですけど、もう一匹はどこ行ったかな。まあでもここまで赤くないです。だいたい2週間ほど経った水槽の様子です。余っていた僕が繁殖させたペタを水槽に2匹入れてみました。今のところ喧嘩はないので、まあ大丈夫かなと思います。ちっちゃい頃から混泳させてるんで、まあ大丈夫な感じなのかなと思います。まあ様子見てちょっと争ってる感じだったら隔離しようかなと思います。で、ここいろいろ追加してて、ここ手前にあるブセファランドラ月の水追加したものですね。で、カビてた水草なんですけど、かなり調子良くなってきたみたいで、普通にふさふさに生えてますね。エビなんかも調子良さそうですね。かなり専門っぽくなってきました。でも双葉以外にもなんか葉っぱが生えてきて、グリーンロタラみたいな見た目になってますね。どんな水草になるのかな。奥に見た方はなんか丸い葉っぱになってきてます。で、まあ流木に張り付いてた水草はやっぱり剥がれてきちゃいましたね。で、毎日こうちょくちょく浮いてるんで、それをまあ取って掃除してって感じですね。流木にくっついてるのがパッと置いてるんですけど、これ落ち着けばかなり綺麗な水槽になるかなというふうに思います。今オスの方のベタがアピってますね。一応オスメスなんで、まあ、メスが異様にでかいんで、あと年なんで多分2年ぐらい生きてるんで繁殖することはないと思うんですけど、オスはちょくちょく合わせ作ってますね。意外と水槽流れあるけど頑張ってますね。で、まあ本当はここに卵体性のメダカ、グッピー系、まあ、エンドラーズとかはいいんですけど入れたいなと思った。で、コリドラス最初入れようと思ってたんですけど、コリドラスやっぱり砂地じゃないとかわいそうな感じがしてきて、まあ、入れるとしたらピグミ系コリドラスかなって思ってます。まあ、入れる魚種はまだあんま決めてないですけど、今のところはエンドラーズとピグミ系のコリドラスと、あとピグミグラミーなんかも入れたらどうなってます。でも意外とパイロットで入れたつもりのベタがすごい綺麗なんで、これメインでもいいのかなと思っちゃいますね。どうしようかな。
玉です。触れたぶに超大量に寄ってこれチエビです。もうガンガン増えてます。これは僕がトリミングをミスった場所です。もうチエビがめっちゃ隠れてた。多かったっす。繊毛の中で隠れれるから、まあベタ1匹いても割と普通に増えますね。これもチエビです。わさわさ増えてます。ここにもいます。この真ん中のチエビだと思います。めちゃくちゃ増えてます。まあ今日大潮なんでまた産むかもなーなんて思って見てます。結構こういう僕がトリミング失敗しちゃった水草がプカプカ浮いてて気分悪いですね。だいぶ撮影のために撮ったんですけど、それでもやっぱり残ってますね。なんでトリミングしたかっていうと、このオパクスが新芽展開してきたので、それをに光をいっぱい浴びてもらうためにこのトリミングを行いました。言っちゃいましたね。ミスってしまった水草ですね、まあ、入れておくとあそこのヤドジキンが食べてくる。こんな感じでワシワシ食いますね。ですね。結構まあ健康にも良さそうなんで、僕なんか水草じゃないけど、これは一応母子系の時期なのか。でまあ志村養魚場のブランド金魚ですね。オーロラと並んで、まあ、オーロラ江戸時期東錦って言ったらまあ結構志村養魚場の中で売れ筋だと思う。まあ僕はオーロラと東錦は持ってないんで。地味に川小皿貝が出てきてますね。うざいんで、気持ち悪くてうざいんでやっぱりヒメツメガエル入れようかな。なんか食べてくれるらしいんで、さすがにフライングフォックスはでかすぎるんで、まあ、入れるとしたら